どうもハローカラコです。ハロー西江です。はい、1月18日です。はい、はい、今ね、今日この部屋をね、出ないといけないので、うん、まあさ、ね、退去の準備をしてました。はい、片っ端から掃除したね、片付けて。はい、1ヶ月間お世話になったんだよね。うん、はい、早い、早い、ごめんなさいね。ごめんなさい、はい、すいません。外は雪が降ってますね。はい、それだけがちょっと気に食わねえな、こんな出発の日にな。はい、まあ、出発言うても一応出発は明日、明日に雪積もったら嫌だなってことになるよ。いや、これまあやればいいけどさ、うん、うん、僕名古屋までね、片道調べたら車で8時間半なんで、多分12時間ぐらいかかるんですよね、明日。いや、きついな。はい、うん、朝もゆっくり喋って時間なかったです。はい、あ、そうだと、はい、いうことで、まあ行ってきますわ。自分次第でどこにでも行ける、宇宙を突き抜けてどこまでも、僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ、走れ笑え。どうも、はい、今日の稼働終えました。終わりました、終了です。はい、はい、今日はね、ちょっとここで泊まるところが違うので、はい、はい、いつもと違うところで撮ってます。はい、はい、ね、ね、今日で東京終わりだ。今日でラストでしたね。はい、はい、最高の締めくくりだったんじゃないの。そうですね、いや、良かったですね。はい、いや、楽しかったな、刑事、やっぱり。いや、刑事いいね。うん、疲れっけどな、ちょっとな。はい、はい、最初は設定付きの僕が、北斗8の設定付きでしょ。ああ、北斗8じゃねえか、北斗7か、北斗7、うん、西岡さんが一気当選、一気当選やっていて、そこでも出玉結構作って。そうね、刑事行って、刑事でかなり、まあ、爆発近い感じして、ああ、まだ計算してないんですけど、おそらく11万ぐらいはプラスになったかなと、うん、うん、思います。ですよね。はい、はい、よかったよ。はい、これで今月15ぐらいプラスになった、なったんですかね、多分ね。ああ、うん、一気にまくったな。よかった。ああ、はい。これからもう、あ、明日名古屋行って、はい、ちょっと編集タイムか。そうですね。うん、あ、僕はこれチェック頑張りますんで。うむ。はい、じゃあこれからは、じゃあ明日名古屋で待ち合わせっていうことで。うむ。はい、また明日。先行ってってください。はい、行ってくる。事故ないにゆっくり行きます。そうしてくれ、マジで。はい、うん。そんな感じです。はい。また。うん、また明日。はい。